石川県立小松高等学校は石川県小松市丸内町二の丸にある県立高等学校である。通称は松高。金沢大学をはじめ東京大学、京都大学、早稲田大学、慶応義塾大学などへの合格者を毎年輩出している。文部科学省により2006年度より2015年度までのスーパーサイエンスハイスクールにまた石川県より 石川スーパーハイスクールに指定されている。文部両道を標榜し、県大会では上位の実績を出す部活動も多数存在する。野球部は夏の甲子園に2度出場している。ボートも盛んで、過去にオリンピック出場選手を複数輩出しているほか、年間行事としても7月に校内ボートレース大会が架橋川で行われている。旧校舎時代から、 国の女性により窓ガラスは二重の防音窓で、冷暖房が完備している。開港以来校地の移転がない。校内には三代目加賀藩主、前田利常の隠居城小松城の天守閣の石垣が残る。また学校創設時に建てられた木造校舎が記念館として保存され、毎年秋には銅像設同会が催されている。近接する足場公園や小松市役所は共に、 小松城の遺構の上にあり、小松市の中心部にあたる。2000年より、旧校舎の段階的取り壊しと、並行して、新校舎の工事が行われた。2005年にすべてが完成し、2006年5月18日、新校舎落成式が行われた。物理、科学、生物、地学の各講義室、実験室、研究室音楽、美術、書道の各教室、 研究室家庭科の調理室、被覆室、研究室体育館体育科研究室、運動部部室、部店練習場、弓道場校長室、事務室、進路指導室、職員室、普通教室など生徒玄関、図書館、講義室、市長各室、情報処理室など、生徒の主な出身地域である小松市、加賀市など、石川県加賀地方では、松高が、 一般的な故障である。学区制が廃止される前から両学区に通学が可能だった現の未地域を含めて、県医北ではそれぞれ小松、松東と区別して故障されている。また、小松高校を松高、松東高校を松高という区別もされるようになってきている。昭和24年、全校生徒より募集。当時2年生であった秋山博氏が1位に当選し、 現在の交渉となった。図案は三つの松葉の組み合わせ。真中の六角は形設を象徴。逆三角の頂点は三つの白山をアレンジ。全体としては小松の小児にさてデザインしたものという。自主自立を掲げ、また文武領土を標榜している。実際、運動部に所属する生徒が多い。生徒会が1953年に制定。我らは、 石川県立小松高等学校生徒であることに幸福を感じ、常に誇りを持って平和的な国家及び社会の中核となるに必要な資質を養い、合わせて民主的にして出実全美な幸風を受立するため、ここに審議を定めその実践を期する。一学期期末講座後、全学年各クラス対抗で行われる。選手は各ホームより、ボート部員を除いた。 上院5名からなる数チームが編成され、ボート部員の指導を受ける。近辺を流れる掛橋川の河口で行われている。ちなみに創立記念日は10月1日である。保護者ら関係者以外の観覧は概ね自由だが、平日開催のため外部からの参加者は少ない。1年生は文化祭舞台の出し物と体育祭の応援パートの練習。2年生は 文化祭も2点と一部が体育祭応援リーダー活動。3年生は大多数が体育祭の幹部と応援リーダー活動。さらに、各個人は所属する部活動での発表やバンド活動をするものなど記念祭準備において複数のパートを掛け持ちするものが多い。各人は、夏季休暇中の補修授業の合間を塗って並行して準備を行っている。9月初旬に文化祭、 体育祭2日間にわたって行われた2010年度からは、8月末から9月初旬にかけてと3日間にわたり行われている。9月中旬に体育祭、文化祭、模擬展と3日間にわたり行われていた。体育祭各学年複数クラスに分かれて、赤団青団緑団黄団と全校を4チームに分けて対抗戦を行う。運動会の競技にとどまらず、 マスコット、アトラクション、衣装、応援パフォーマンスなどと特典審査基準は多岐にわたり、各チームの総合企画コンセプト力が問われる。チームカラーをもとにして、2.3年生の幹部、リーダーの衣装作成や、応援看板の作成は、夏休み中から行われたり、団員全員参加による、応援歌や応援パートの練習が、通常時間の昼休みに行われるなど、 祭り前から全校的に機運が盛り上がる。各段の組織は各人がオリジナル衣装をまとった3年生数名の幹部、その他の3年生ほぼ全員と2年生数名が応援リーダーとなり、この幹部と応援リーダーでアトラクションを演舞する。残りの下級生たちも学校の体操服姿であるが、ほぼ全員が競技に参加する。最後の閉会式では参加者全員が肩を組んでの 高歌生賞が行われる。部活動が終了した3年生にとっては、学習面以外で最後の、末高生活の集大成と捉える向きがあった。また、各段には、有名大学の高歌や応援歌をモチーフにした、伝統的な段歌が存在する。初秋の風物詩の伝統的な体育祭との認識があり、 近隣の中学校の運動会において関係者による応援パートの移植が見受けられている。マスコットは作成可能日、時間が定められており、過去にはその規則を破った団が全種目再開というペナルティを浴びたこともあった。文化祭各文化部の舞台や演奏、一年生各クラスによる舞台出し物も,もしくはレクリエーション、学生の有志バンドによるライブが 行動にて行われる。またその他の文化部による展覧会や研究発表会が教室棟にて行われる。野球部によるゲリラライブはすでにおなじみ。模擬店2年生各クラスによる模擬店が特別教室棟、生徒玄関外にて行われる。同じ小松市内にある木場方の周回路で行われる。全学年対抗で男子の部と女子の部が行われる。 直前の体育の授業では、大会の練習として、長距離走を集中して行う。生徒全員を生徒会員とした、生徒総会により代表者を選出した執行委員会と、各学年各ホーム代表者による代議委員会を上部団体とし、下部組織に専門委員会として、こちらも各ホームより選出した各委員会が存在する。自転車通学の生徒が多数、 緑色の反射材シールに交渉と公名を付した通学自転車章が存在し、このシールを通学に使用する自転車に重付しなくてはならない。校内には各学年各ホームごとに分けられた駐輪場がある。また電車通学の生徒でも小松駅の駐輪場から高校まで自転車通学する者も,もいる。冬の積雪期にはバス通学の生徒が増える。 ありがとうございます。